増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために、この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生よろしくお願いします。はい。さて、ロシアがウクライナに侵攻して以来、ロシア国内でも反戦デモが起き、そして何人か拘束されている、何千人という単位で拘束されているんですが、このデモ収まる気配がありません。先生、これからロシアはどうなっていくんでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、まあ、これはプーチン大統領にとってはちょっと致命的になるかもわからないんですが、今ロシアがですね、まあ、2つに割れてるっていうか、ロシア全体がプーチンに対するですね、この反発というか、プーチン政権に対するこの批判と、中にはですね、直ちに辞任するようにというような動きが出てまして、一番私が今注目しているのはですね、このロシアの、まあ、軍隊なんですが、まあ、軍には将校がいるわけなんですが、まあ、会社で言えば幹部ということになるんですが、その将校協会というのがありましてね、ロシア軍まあ、いろいろ軍隊があちらこちら、部署がありますが、その将校が全部加盟しているロシア、全ロシア将校協会というのがあるんですよ。まあ、将校が全部集まっているクラブ、協会ですね。そのイバショフという方が会長なんですが、この会長がプーチンにですね、まあ、公式にというか公開上でですね、ウクライナ侵攻は間違いだったと、間違いだということを言ってですね、かつこれはまあすごいことなんですが、辞任を要求するという事態になっているんですよ。となるとですね、プーチンにとって、最もこの重要というか、プーチン政権を支えているですね、軍部がプーチンに反対するということになると、非常にこのプーチンとしては危なくなるんですね。それからもとよりですね、もう長年というか、プーチン政権ができて以来ですね、まあ、ロシアにはリベラル勢力といって、道筋を信道する民主的な政治を求めるですね、団体がいくつもあるわけなんですが、まあ、反プーチンの代表的な人はですね、ナワリマイというですね、ナワリヌイと、日本語で言うとナワリヌイですよね、ナワリヌイというですね、この反プーチン勢力を代表するリベラル、民主主義を掲げるですね、その人がいるんですが、この人はですね、ものすごい人気がありまして、いろいろ、まあ、ホームページもそうなんですが、ツイッターとかいろんなソーシャルメディアでですね、まあ、いろんなことを発表したりするとですね、ものすごい注目率があるんですね。まあ、ツイッターナンバーワンというぐらいですね、よく知られてカリスマ性があり、まあ、知名度の高い人なんですね。これがですね、もうこの時とばかりですね、全国にこの反戦運動というのを起こしてですね、ロシアの各地で、プーチンに反対する、戦争反対、プーチン反対ということでですね、のろしがあちらこちらで上っていると、上がっているという状況なんですね。で、この、まあ、裏というか、このナワリヌイ氏をですね、支援しているのは実はアメリカの民主団体、まあ、有名な人ではジョージ・ソロスという言えば皆さん知ってるわけですが、ジョージ・ソロスはですね、
アメリカというか世界的に、まあ、有名な投資家であると同時にですね、民主主義が行われてない国にですね、いろいろ民主勢力を育てたり、あるいは民主勢力に資金を与えたり、場合によっては武器を与えたりして、いわゆる独裁体制をその壊滅に追い込んで、民主政治を仕立てるというですね、ことに専念している人なんですね。まあ、中東かつてのソ連の支配下であるこのウクライナはもちろんウクライナを含めてですね、この東欧にカラー革命というのを起こしたんですね。いろんな国の革命に色をつけまして、バラ革命とかチューリップ革命とかいろいろあるんですが、そういう革命をですね、あちらこちらで起こしたというですね、それを主導した人、それが今このナワリヌイという人をですね、徹底的に支援していると。そしてこのナワリヌイさんもですね、アメリカと深い関係を持って、このまあジョージ・ソロスに支援されているだけではなくて、アメリカの CIA その他ですね、諜報機関ともつながりがあるということでですね、まあ情報、まあ、CIA その他ですね、アメリカの資本、まあ、アメリカの資本といえばユダヤ資本なんですが、このユダヤ資本がですね、徹底的に支援しているということですね。で、今回のプーチン、がもしこれで失脚するということになればですね、ユダヤ資本は大変、ありがたい、喜ぶことであって、もともとプーチンさんというのは、エリツィンさんに支えられて大統領になった人なんですね。でエリツィン大統領はユダヤ資本によって、支えられて、いた大統領で、まあ、そういうエリツィン政権以来ですね、まあ、1991年ロシアが崩壊して以来、このエリツィン政権によってロシアは、まあ、いわばユダヤ資本の支配するところになったわけですね。ですから、オリガルヒという言葉聞いたことがあるかもしれませんが、これはユダヤ系のですね、新興財閥、この新興財閥とユダヤ系新興財閥とエルティンが手を組んで、このロシアを運営してきた、すなわち別に言えばですね、別の言い方をすればユダヤ資本によって、この、ロシアがコントロールされていたというね。ところがプーチンが全権を握るとですね、このオルガルヒ、ユダヤ系の資本をですね、全部排除してですね、オルガルヒ、ユダヤ系の、財閥に、ロシアの原油、天然ガス、その他国営の企業をですね、全部払い下げて、民営にしたわけですね。それをですね、プーチンが全部取り上げてですね、また国営化にしてしまったということがあるんです。そして今現在、まあ、オルガルヒが持ってた利権は取り上げられて、中にはオルガルヒの財閥の人は牢屋に入れられるというようなですね、まあ、大変な事態、ユダヤ人にしてみたら許しがたいことですね。ですから何としてもこのプーチンをですね、引きずり落とさなければならないということで、で今回このウクライナ侵攻ということはですね、内外の批判を受けて、これちょっとプーチンがもうどうなるか、やはり辞任に追い込まれるのか、それで最後にですね、自分に反対する者と戦って、国内でですね、内乱状態になるか、まあどちらかどうなるかわからないんですが、いずれにしてもですね、プーチンがこのまま政権を続けることは難しいということになると、プーチンをこのウクライナ戦争に追いやった勢力、つまりプーチンがこのウクライナに軍事侵攻しなければならないようにコツコツと仕向けてきて、最後にですね、ウクライナ東部のロシア系の人間が住民が多い、ここにですね、テロ攻撃をかけてですね、もうプーチンとしては黙っていられないというところにですね、追い込んだ、
これが誰であるかは別として、そこまで、プーチンは追い込まれた。そしてこれでプーチンが辞任ということになればですね、ここまで追い込んできた勢力は大変満足するんではないかと。そしてロシアがまた再びユダヤ資本の支配下に入るということになるんではないかななんて考えております。まあ、そういう意味でもですね、これからその先、軍事的な衝突がこうなった、ああなった、犠牲者がどう出たということも大変注目しなくちゃいけないことですが、ロシアの政権がですね、これから変わるということ、そして、その漁夫の利というか、政権が変わった後にですね、ロシアを支配するのは一体誰なんだということ、この辺のところにですね、目をつけてお、く必要があるんではないかというふうに思っております。はい、増田先生、どうもありがとうございました。はい。